それでは午後のセッションを始めさせていただきたいと思います。ライフサイエンス統合データセンターの徳松と申します。4月からライフサイエンス統合データセンターに移りまして、3月までは四国大学科学研究室のバイオマスクセンター、ケグレサビスを開発するところでありますけれども、そこでベノムエスト製作化のプロジェクトに関わりながら、統合データベースプロジェクトにずっと関わっております。今日私が挙げらせていただく話は、カバオデータベースから活性データベースについて紹介をさせていただきたいと思います。最初にですけど、ちょっと資料が遅れまして、手元にお配りしようと思いますけど、ちょうどちょっと、いくらか修正点もありますので、修正を加えた上で、アップロードさせていただきたいと思いますので、どうぞ。今日の内容ですね、カボスデータベースと活性データベースですけれども、まず、カボスデータベースと活性データベースというのは、結構、いろんなデータベースがありますので、どんなデータベースがあるのかということを、それぞれ概要を説明したいと思います。その中でいくつかですね、主に日本で開発しているデータベースを中心に触っていきたいと、つまみながらちょっと話していきたいと思います。非常にいろいろありますので、ちょっとどれだけうまくされるかどうか分かりませんけど、ご紹介させていただきます。まず、前半で化合物データベース、それから、化合物データベースは一緒に、生体反応ですね、反応データベースを一緒に扱うということがありますので、その辺を絡めながら、化合物データベースについて話をさせていただきたいと思います。化合物データベースって一口に言いましても、結構いろんな種類がございます。で、化合物、化合物の構造ですね、全般のいろんな、もろもろの化合物の構造を扱っているデータベース、それから、特別特殊な化合物、例えば天然物やったり、大気産物に特化したようなデータベースだったり、医薬品のデータベース。ここにおられた方、医学部の方が多いですけど、医学部や薬学部の方が多いので、この辺のプログラムは重要かもしれませんけど、あと、テストですね、データベース、いろんなデータベースだと思います。主なデータベースも、どれだけ広げるかというのはあるんですけど、必要なデータベースから書いてあるので、紹介をしていただきたいと思います。総合的なデータベース。午前中にゲノムデータベースの話がありましたけど、ゲノムデータベースというのはフリーの文化というのが根付いているんですけども、化合物のデータベースというのはそれよりずっと古くありまして、割と商用のデータベースというのが幅を利かしてきた部分というのがあります。なので、商用のデータベースと、パブリックのデータベースと、取り混ぜながら紹介していきたいと思います。まず、最初にはですね、県から申し上げると、米国科学会が、取っております、科学的とか、有価反応情報とか、論文、特許のデータベースですね、使っているというデータです。これは非常に古くからある、大体毎年1、2冊という感じで、出版には結果が浮かぶクラスとか、差し版があったりとかして、で大体裁判会というのは、多分どこの大学、長崎大学に入っていると思うんですけども、どこの大学とかは大体契約して、アクセスできる、ウェブ版がアクセスできるようになっていると思いますけれども、こういう、多分一番著名な、総合的なデータベースだと思います。日本では科学情報協会というのが取り扱いをしております。こういうデータベースだと思います。あと、次で一番大きいのは、カブケムですね。カブケムというのは、NCBI が提供した化合物の構造とか生化性情報、最近はソフトデータとかにも手を伸ばしているようですけども、そういう形の再配達はかなりバッティングするところがあるデータベースですけども、そういうデータベースです。あと、ヨーロッパの方ではケリーというのがございます。で、これはヨーロッパの EBI という組織が、生物化合物とかオントロジー。情報とかを使っているです。わりと関係みたいな政治活性能によっているような感じがあって、政治というのはどちらかというと科学構造によっているかな、そういうオントロジー系によっているかなと思います。両方も総合的なデータです。それから、ケグのリバウンドというのは、日本で作っているデータベースですけど、ケグデータベースで、日本で一番よく使われているデータベースです。そういうデータベースがあるんですけれども、その中で、化合物関係とか反応関係を使っているのが、ケグリバウンドという形で総称してまとめられておりますけれども、それが、対象物とした中心とした化合物、対象反応のデータベースとなっております。これ以前、今は、昔からサリンピーとかして、今は FTP で、ごそっとデータをダウンロードすることに関しては優秀になっておりますけども、よくからはフリーで使われています。あとは、JSP が作っているものです。有機化合物のデータベースですね。日本化学物質辞書というのが約1回しているそのウェブバージョンで、その全部の検索、化合物の検索したというのがございます。今度は天然化合物ですね、ナチュラルプロダクトに特化したようなデータベースということで、いくつか紹介したいと思います。
ディクショナリーを出したらそうです。これも商用のデータベースなんですけど、これは CRC プレスが25万種以上の天然物用語の自転的なもの、それが割と、まあ、広く日本天然使おうというのがあって、結構高い、ちょっと値段は合わせましたけど、これも産業協会が取り扱ったりです。で、ナプタファミリーというのは、これは、まあ、日本の奈良先端大の金谷研究センターが、まあ、今は東北プロジェクトの関わっておられるんですけども、奈良先端大の金谷研究室で天然物とか、まあ、特にこ のデータベースの特徴的なところは天然物と由来生物の構造、まあ、のリンクというのは、まあ、集められた、そういう作用関係が集められた、そういうデータです。であと、まあ、いろんな個々 の物質に特化したデータベースもいろいろあって、いちいち上げていないんですけども、まあ、いくつか挙げてますと、リピートマップというのは、米国質学会が、化合物に関する化合物調査とか、パスペースとか、まあ、そういうリピート物質をやられる方々のために特化した、総合的な情報を集めたような、そういうデータベースとして、リピートマップというのを。これは米国の方でやられますけども、日本の方ではそれに対して、まあ、リピートバンクという、日本質学会の方で集めた、で、まあ、質化合物。昔はこう協力してども、同じようなアイディアを使われてあったときに、まあ、ちょっとどうなってるかよくわからないんですけども、そういう形の質に特化したようなデータベースという、そういうものが、まあ、他の化合物も多分いろいろあるんじゃないかと思うんですけども、そういうものがございます。あと、これマリンジックという、これも商用なんですけども、もともとニュージーランドの海洋系の、研究室、研究室が作っていたものを、今は RSC ですね、英国科学会が入手して、まあ、今英国科学会から提供されているんですけど、海洋の天然、まあ、海洋の天然物でもいろいろ政治確定を持ったような、まあ、そういう有名な物質が多いので、まあ、注目されていると思うんですけども、そういう海洋天然化合物を扱ったデータベースとして、マリンジックというのがございます。でですね、他に、まあ医薬品とか、まあ、先ほど言いました医薬品の話とか、まあ、ちょっとマスペクトルでテクを挙げてしまうと、まあ、テクドラッグですね。これはその先ほどのテクデータベースの中でも医薬品関係を使ったものですね。まあ、こういう、まあ、米国とか英国とか欧州の医薬品情報というのを化学構造と成分の観点から集約して、ターゲットとか代謝構造とか、まあ、分子間の相互作用ネットワークとかの情報というのは、まあ、ポッティングしたような、まあ、そういうデータベース。でドラッグバンクというのは、まあ、医薬品と医薬商のターゲット情報に関するデータです。これはパブリックです。マスバンクに関しては、これは化合物を同定するときにいろんなマスの情報というのが必要で、まあ、マスペクトルを取られる方々というのは、大概そういうマス情報を使って、まあ、化合物に戻る、化合物を同定するときに使われるのですけども、その際に分散する方の、まあ、いろんなところにいろんな取った組織というのがそれぞれに分散的にサーバーを立てているような高精度のマスペクトのデータベースの集合体になっていて、日本質量学会分析、日常分析学会の公式データベースにもあっているというデータベースも、これも以前統合プロジェクトで、まあ、整理されたデータベースの一つであります。まあ、こんな感じでいろんなデータベースがあります。その中で先ほど申しましたよね、テクノリマンドとドラッグとに関してですね、あと、まあ、もし紹介できれば、パウケンに関してちょっと紹介できて、時間があれば紹介したいと思います。でまずですね、まあ、テクデータベースですけども、まあ、テクっていうのは、まあ、共同エンサイクロペディアのジーニアテクノミクスっていうような、ゲノミクスっていう、まあ、そういう略称でテクなんですけれども、ここで、化合物関係のものを扱っているものというので、まあ、リガンドというのが化合物情報、先ほど申しましたように化合物情報で扱うわけです。で、ドラッグというのが医薬品情報を扱う。で、まあ、それで、その辺の、まあ、化合物情報に関していろんなツールも提供していて、まあ、シムコンプとサブコンプというのが、いう化合物の類似構造とか、部分構造検索とかいうのができるようなツールとか、まあ、そういう部分も提供していたりします。ではちょっと、まあ、時間の関係でリガンドとドラッグに関して書いてまでお話をしたいと思います。で、皮膚のリガンドデータベースというのは、こういう、まあ、URL的なこんな感じになります。ガンガンの方を上げていただきまして、リガンドというふうに Google で検索していただきますと、こんな感じのトップに、大体トップになります。
それで、まあ、読んでいただきますと、まあ、こういう感じで、自分のリバウンドデータです。言っていただけると。こういう感じですね。はい。まあ、リガンドというのは先ほど申しましたように化合物の、化合物とか、まあ、反応とかその、まあ、生体反応とかそういうのをまとめたようなデータでして、まあ、全体でリガンドなんですけども、今般、まあ、化合物であったり反応であったりとか、まあ、そういういろんなデータベースの1つカテゴリー総選で、まあ、そのどういうアイデンティファイ、ID を使っているかとか、まあ、そういう。どういうその中にどういうコンセプトが入っているかというのを説明していて、まあ、それは化合物とか操作とか、まあ、その反応情報に関して特化した入り口。今日は、まあ、操作の話に関してはこれです。気分における、獣の分、いわゆる生学的な反応全般を使っているのが、気分リガンドデータですということになります。で、その中で、気分コンパウンドですね。気分コンパウンドというのは、主に代謝化合物を記録したデータです。で構造は2点のグラフを持っていまして、まあ、ファイルフォーマットというのは、まあ、一般的に使われるモルファイルですね、メディアのモルフォーマットと、それと、まあ、ケグ独自のフォーマットとして KCF というフォーマットを使っています。KCF というのは、フォーマットというのは、ケグアトムタイプということで、まあ、コンパの、まあ、炭素とかそういうよりもうちょっとその、全体電子とか周辺の情報を加えたような、まあ、形で、まあ、あといろいろツールに使いやすい、検索、使いやすいような形で、ちょっと、まあ、独自に加えたフォーマットです。でまあ、KCF フォーマットというのは、そう、ケグアトムタイプなんですけども、KCF というのは、ケグノセル化合物データのフォーマットなんですけども、MDM モルをベースにしてるんですけれども、電子情報にケグアトムタイプというものを使っています。ケグアトムタイプというのはどういうものかと言いますと、ケグノに電子の周辺環境ですね、周りの結合状況とかそういうものを反映して、結合ボタンとか周辺原子とか、方向性は持ってるとか、歯を巻いてるか、作業かという、そういう情報を加えたようなもので、先ほど申しましたように、その指紋ポンプとか構造計算、比較計算とかで、その時に、まあ、使いやすいように、そういう情報を付け加えたのを、まとめます。で、結局のリアクションですね、R と R クラスエンザイムというのは、これは生化学反応情報になっていまして、リアクションというのは、生化学反応で生体反応のデータベースになっています。代謝系の構造反応というのがメインになっています。アルフィアというのは、基質と生成物の変化を扱っているような、その、リアクションの中で、アトプソルクラスというものがある。アルクラスというのは、その辺のものを、カテゴリーで、アルフィアを持つカテゴリーで、パターンによって反応分離をした、パターンを見て反応分離をしている、そういう、反応 のパターン分離に関するです。エンザイムというのは、まあ、医学系の方とか、麻薬学の方がよく存じていると思いますけども、酵素関係、内臓の酵素が、コースパンダとはあまり触れません。で、まあ、まあ、とりあえずまず、どういうものかというのを、リアクションとアルフィアとアルフィアとはどういう関係かというのを簡単に説明します。ある、まあ、アセチルコーエテルブルカンボルタメゲンナスティックスタンスというのを、まあ、例にとりますけれども、リアクションというのは、まあ、この反応全体ですね。反応の全体、このこっちからこっち、まあ、反応全体というのが、まあ、リアクションの全体です。でリアクションの、基質と生成物の間で、原子ですね、由来関係。この場合ですと、赤く囲った部分というのは同じ前後で由来関係を持ちますし、青い部分というのはこういう、こちら側に転移しますので、こういうか形で由来関係を。また残りの部分というのは、こういう緑の部分で由来関係を持つ形で、リアクションとの、基質と生成物の間で原子の由来関係を持つような化合物のペアというのをリアクションペア、R ペアとして定義をしています。R ペアというのは、この相互の関係を原子アライメントして反応前後の変化というのを RDF パターンという、もうちょっと説明しますと、まあ、RDF パターンという形でデータ化しています。リアクションというのは、こういう形で、まあ、これ3つに分解できますね。R ペア、3つの R ペアの、組み合わせということで表現ができています。でリアクションペアというのは、R ペア、性格的に基づくようなラベル付けが、これはまあメインの反応だねとか、これはまあコファクターの反応だねとか、これはまあ、という形で性格的に意味を付けてラベル付け可能ですので、そういうラベル付けをやっています。R クラスというのは、
あのメインっていう、そのメインの反応だね、まあ、そのパッドに送ったメインの反応っていうのを、ラベルされたリアクションの変化のものっていうのを、あのをこのその RDM っていうパターンの類似性によって反応分類をしたものです。で、まあ、からちょっと少し実習をしていこうかと思います。で、先ほど、フィグの、あのページに入ってきますので、まあ、あのリガンドのページのところがありますけれども、まあ、そこから、リガンドのサイズで、まあ、キーワード検索を書く、まあ、ここにあの、例えば、まあキーワードは別に何でもいいんですけれども、まあ何かあの興味のある他国の、名前をここに入れると、まあ、キーワード検索というのが、とりあえず、まあ、手に入らない。で、まあ、検索をかけますと、こういう感じで、まあ、リストされてくるわけです。で、ですね。あのまあ、ジェネラルランニングって名前も高く、まあ、結構コンパウンドしたり、リアクションだったり、そういうところに、ジェネラルランニングが出てくる過去のものについてリストされます。で、まあ、ジェネラルランニングっていう名前を部分的に持つ過去っていうのがいっぱいありますので、いっぱいあると、こういうふうに省略されるわけですけども、ディスプレイを切っちゃいますと、さらに続きが出ると思います。という感じで、まあ。まあ、これ、ID をクリックしてみますと、詳細のデータがありますし、この辺では、まあ、コードですね。テーブルのデコードだって、デモで出てきます。まあ、ここでは、まずエントリーを除く。そうすると、まあ、テーブルの個々のエントリーになりますけれども、資料の方には書いてありますけど、この辺ですね。まあ、エントリーの情報、名前の情報、まあ、フォーミュラだったり、エグザクトマスの情報、それから、まあ、コード情報ですね。コード情報のモールファイルとか KCF ファイルというのはこの辺をクリックすることでダウンロードすることができます。また、JMOL とかで、まあ、CD の利用対象です。まあ、で、このフェニラランニングが、その、テグの、データの中で、まあ、どういう反応に関わっているかですね。このアルバムも、リアクション、どういうリアクションに関与しているかっていうのを一覧で。あと、まあ、後ほどパッセージ出てきますけど、どの辺のパッセージに登場してくるっていう、結構、まあ、主要アミノ酸なんでいろんなパッケージに顔を出すわけですけども、いろんなどういうパッケージに顔を出すかということは、なので、まあ、例えばこの ID とかクリックすると、まあ、ここの反応に飛んだり、パッケージに飛んだりとか、そういうことでします。で、まあ、どういう EC ナンバーのエンタイルに関わっているとか、まあ、そういうような情報、あとはまあ分類であったり、で、まあ、保管データベースですね、パウケンとか CD とか、ナッタとか、まあ、いろんな CD とか、いろんなデータベースに、いろんなデータベースに、いろんなデータベースに連携をしています。なので、まあ、例えば、あとは、あ、そうですね。あと、今、ここですね。これは、まあ、D で始まる番号ですね。これはテーブルアップの番号です。テーブルアップのこの ID のものと同じデータですよということで、まあ、そういう形でいろんな情報を見つけたり。あとは、まあ、いろんな他のデータベースによって、こちらにいるような形で連携をで、はい、そういう形で、まあ、例えば、まあ、パスですね。ジェネラルの成功ですけども、リンクすると、こういう形、クリックしますと、こういう形でパスで取って、赤くなってますけど、ここはジェネラル。リアクションですと、まあ、こういう形で、クリックすると、まあ、こういう反応という形で、いろんなデータベースに取る。まあ、パブケムであれば、パブケムの、対応の ID。例えば
アクションです。で、まあ、例えば先ほどのところから一つリアクションの A のクリティケだと、まあ、一番左のやつと、まあ、例えば R0068 とっていうのはクリティケだと、まあ、リアクション。リアクションの方にどういうエントリーがあるかっていうことになりますと、まあ、その辺ですね、まあ、エントリー、それからこの反応の、まあ、そこで酵素の名前だったり、その反応の、全体の反応、それから目的の、あのコンパウンドナンバーで、そのどれとどれとどれが、反応してどれとどれとしまったかは、それからまあ構造で表されました反応、それからまあもしなんかコメントからコメント、それと先ほど申しました R ペアですね。R ペアがどの R ペアがこの反応にあの噛んでいるか、その場合ですとよくほど R ペアだったんですけど、それからそのこの反応の ET、あの対応する ET ナンバー、どのパッケージかというそういう情報を持っています。まあ、これも ID と言ってデータをクリックしているといういろんな情報を持つことができます。でですね、まあ、ここで例えば、まあ、例えばこの中でアルテア3番目のこのアルテアをクリックしていただきますとこういう形ですね。これが、まあ、アルテア、先ほど申し上げたアルテアのレッドリアン。この場合ですと、まあの部分のこことここの対応関係ってわけですけども、これとこれの対応関係っていうのを、あのでこれですね、R ペアの検証という。で、あの分子、この分子とこの分子が対応していると、全部分子間 の対応関係を取りまして、で、あの反応中心になっている部分とが赤色になっているのか、で、その反応の前後、という形で、まあ、アライメントが作られている。で、ここには、まあ、アライメントの結果と、そのペアの、あの、で、それが、まあ、どこがどういうふうに変化したのか、まあ、RDM のパターン上とか、まあ、R クラスの、その、これと似たようなあの変換パターンを示すような、あの、データですね。あの、R ペアの関連データとか、まあ、R クラスの、その、あの このリアクションがどういうあの R クラスの情報なのか、まあ、あのこれがどのリアクションに関与しているかとか、そういう情報というのが。で、まあ、これ、ここを見ていただきますと、これが、まあ、あの KCF のデータになっているわけですけれども、あの2つの化合物のどの番号のどういうものがこう対応関係を取られているかというアライメントを取って、これを取っていて、で、これ、この部分が1つ目の原子、あの化合物2つ、それから、2つ目の化合物の、まあ、その化合物の情報という形に。で、まあ、R ペアで、これがリアクションか。で、R ペアで、で、ここで、まあ、R クラス、こういう、R クラスのとこをクリックしていると、これは、まあ、R クラスということで、の、あの、これが、まあ、R クラスのエントリーになっています。R クラスっていうのは、先ほど、まあ、その、いろんな、あの、R ペアですね。これと、これの、あの、変化の関係っていうのを、まあ、並べて、まあ、変化したのですね。まあ、R、あの14枚目です。14枚目のスライドの、まあ、あの二次元コードですけれども、こうまあ、2つの分子の間に行ってこう並べて同じ部分、あのその反応中心になっている部分、それと変化した部分、それと、まあ、変化してる反応中心、それから反応中心の周辺の変わってない、あの、変化してない部分
この場合です、後半の通信の部分が、この青い枠になりますが、これを R と定義して、この、赤い部分ですね、反応通信の周辺、広い部分、反応通信の周辺で、これ、実際に変化した部分、こちらがなくて、こちらが、まあ、なんかついてますので、この場合ですと、変化した部分について、これをリファレンスで、アトムで G アトムと定義して、この反応通信の隣接したマッチしているアトムを M と定義して、RDM というパターンを取っているのが、その、という形で、その、それぞれの分子の、ケガンアトムタイプというのを並べたものというのが、RDM のパターンというふうになります。ちょっと説明が不足になりましたけども、そういう形で、でまあ、そうです。そうですで R プラスの形でその RDM のパターンでその R プラス R ペアというのを分類したものがその R プラスの演奏になりましてそういう形でその場合だと、まあ赤いのが反応中心ですね。で青いのがちょっと色が違ってたんですけど青いのが D にあったリバレンスのアトムで M がオレンジ色っていうのがマッチだと思っているので、まあ、青緑色のやつはそのさらに周辺のそういう形で先ほどの R ペアというのを2体の R ペアと集めてきたときにそのエッセンスですねその同じ RDM を持つようなグループっていうののものっていうのを、まあ、絵にしたものがこれですでそれが、まあ、そのどういうデータベースにどういう反応に使われてたりとかどういう R ペアでそういうこういう同じR クラスのを表すような RDM のパターンっていうのを同じパターンを持つような R ペアがどれだったりとかリアクションがどれだったりとかそれがどういう現在に語っているか、どういう過程で登場するかというのをまとめたのが、テクノアルプラスです。で、さらに、まあ、最近ですね、テクノリアクションモジュールというのを、まあ、まとめておりまして、これは構造変化のパターンの部分ですね。先ほど、まあ、そのリアクションから R ペアを経て、R プラスというのを作っているわけですけど、その構造変化のパターンの分類から、類似した連続反応で、さらにその R プラスは同じような R プラスが、続けて代謝の中で出てくる代謝の中で出てくるような代謝経路での連続した反応ですね集めたものというのがテクノリアクションモジュールというデータですそれはだから例えばこれですとこういう同じような反応っていうのはこう同じような変化パターンでどんどんと続いているというものっていうのをテクノアルグラフというデータですでこれがどこで見られるかまあそれはそのまあ遺伝子であれば、まあ、遺伝子からそれが同じようなオートログになって、そのオートログが連続して続くようなオートログモジュール、まあ、オートログモジュールというのに、まあ、対応するような概念になります。で、これをちょっと戻っていただいて、テクノリバウンドのトップページにいただきますと、この辺の、まあ反応に関わるデータベースの入り口としては、テクノリアクションというのが、まあ、これの入り口になるんですけれども、このトップにもテクノリガンドのページからリアクションをクリックしていただきますと、まあ、こういうテクノリアクションに関する点を取り入れ、まあ、ここからいろいろ検索をして、先ほど説明したのとか、R ペアに関する説明とか、そういうのが載っています。で、ここですね、ここに、まあ、テクノリアクションモジュールっていうのが載ってますけども、ここからテクノリアクションモジュールっていうところに、飛ぶことができて、まあ先ほど今、スライドを見せしたようなものが出てるんですけれども、それでテクノリアクションモジュールのリスクっていうのが、ここに載ってます。こういう形で、こんなモジュールがあるよということで、で先ほどお見せしたのは、19番だったかな。例えばこの19番っていうのをクリックしていただきますと、こういう形で、そのテクノ、後ほど説明を告知したパクセイ パクセイの中で、モジュールになっているような部分っていうのが、まとめて出てきます。先ほど、スライドの見せしたのは、まあ、この部分ですけど、こういう形で、こういう、反応の連続したモジュールが、まあ、パクセイのような取り出すような、モジュールっていうのが、いろいろある。ここをです
ね、まあ、ゲノムデータのケミカル情報解析ツールという形で、いろんな解析ツールですね、参考度検査であったり、作成予測をしたりとかするようなツールというのが使われています。URL は下の方にお示ししておりますけれども、ブラウザで、ゲノムネットというふうに検索していただきますと、まあ、Google でゲノムネットと検索していただきますと、大体トップに出てまいります。で、こちら側が日本語ですね。はい、で、まあ、日本語の入り口と英語の入り口がありますけども、下の方に、こういう形で、まあ、いろんなゲノムネットプロジェクトでは、まあ、いろんなものを、まあ、いろんな検索するとか、そういう形で、ケミカル情報ツールを提供しています。で、そうですね、ちょっとスライドには作ってないんですけど、簡単にですけども、この辺のシムコンっていうのが、類似性検索のツールです。で、皆さんブラウザクリックしていただくと、このページに飛んでいくと思います。で、シムコンで、ですね、モノファイルを自分でアプリドローとか、まあ、ケンドローとかでモノファイルを作れば、まあ、まあ、そのモノファイルを使って検索もできますし、まあ、これはちょっと、ファイルは用意していませんので、まあ、例えば、ここですね、まあ、ケンのコンタクト ID が分かっていれば、例えばここに C の00079というのが先ほど使いましたペニラーラインですけれども、まあ、ペニラーライン例えばここに出ています。で、まあ、ディストラクチャーで、まあ、保存できますけども、そうするとコンパウンドですね、検索対象としてはこのシムコンパコンパウンドと後ほど簡単に説明したテクドラッグ、それからテクナフタというかリアクションに対して構造を使って、まあ、検索をかけることができます。まあ、ここではテクコンパウンドに関して検索をかけています。そうすると、こういう形で、先ほどの、まあ、ケグアトモンタイプを使ったシミュラリティで、を計算して類似の可動性。まあ、これは同じものだから当然決まってますけれども、これは、DL の、まあ、微生、立体の分からないといけないです。で、これは、まあ、立体性的なとか、まあ、そういう形で近い構造というものが検索で探していくことができます。で、ですね、あと、まあ、統合データベースプロジェクトで、まあ、いろんな、化合物系のデータベースを網羅的に検索できるようになっていうことで、いろいろやっていますという関係で、ここでですね、いろんな化学系のデータベースに関して、まとめて検索することはあります。例えば、まあ、ここですね。ここで、統合データベースのところで、ここで、まあ、いろんな、検索があるんです。例えば、まあ、ここで、化合物とかに対して、日本語の方から検索すると、まあ、日本語のも出てくるんですが、多分日本語の検索するかもしれませんけれども、でこういう形で、パブケムとかケリーとか、そのテグは、そのゲノムネットで、リンクを、対応関係を持っているような、いろんなデータベースに対して、押し出しで検索をすることができます。ケリーだったり、3DMS、まあ、いろんな、ナプサクとか、そういうもので、ケリー、統合的な検索を達成することができます。で、まあ、ここもたくさんのものに関しては省略されてますので、もっと深みたければディスプレイをコールすれば、それについて全部見えます。で、今、これはまあ、ケミに対してですけど、パブケミであればパブケミに関しても、
その当該の製品を設置する形で、いろんな化合物、化合物のデータベースに関して口出して検索するということができるようになっています。ここまではゲノリガンドとすると、ゲノムエットの総合検索に関する、ご説明になります。簡単にゲノムグラフの方の説明をしたいと思います。ブラウザで、テクノグラフを検索していただきますと、これもトップに上がってきます。テクグラフっていうのが、これですね。はい、テクセラグマスはここに飛んでいきます。テクノグラフデータです。内容に関しては、先ほど説明した内容とか大体トップに書いてあるんですけど、ニャンキングの情報とかですね、そういうふうな化学構造っていうのを、成分とかっていうのを一元的に知り合わせていただきます。で、ここの辺ですね、ここに、名前を、薬品の名前ですとか、商品名とか、一般名とか、D 番号はいきなり、D 番号というのはテクノ D 番号なので、いきなり D 番号が書かれていることはまずないと思いますので、大体の名前ですね、A 名でも、和名でも入れると、検索ができます。例えば、ここで、ここで、ここで、ミニで商品名を入れます。なんか適当に、興味のある薬をここに入れていってください。それで、検索っていうボタンを押しますと、こういう形で、変わってきます。検索で当たったキーワードがここは赤くなってますけど、ノバルティスのグリベルっていう薬ですけども、それはこの成分ですね。成分はこういう薬で、テクノリー番号ではこういうエントリーだということが、検索が出てきます。で、ここでテクノリー番号のエントリーを見ますけども、これはテクノデータです。で、一般名の方、商品名、それから、米国の、これは日本における商品です。アメリカにおける商品ですけども、あとは、これの使用成分が、この、メシルサインですかね、っていうのが、これも、今回、薬効成分の、一般名という形になります。それで、固定式分子を構造して、それからどういう構造を持っているか、コールとか、コメントとか、というようなことが、で、こんな形で、どういうターゲットになるか、あとでパスウェイの話になると思うんですけど、どういうパスウェイに、この薬が、この作りがターゲットしている、その、タンパク質が、っていうのは、どこ、どういうターゲットにしているか、どういうパスウェイで効いてきているかということが、で、代謝はどういうふうにされるか、どういう構造で代謝されるか、トランスポーツはどうだとか、総合材料とかそういう情報というのが全部出てきています。で、あとはこれ、コードマップは多分、コードマップだったり、いろんなものを、ちょっといくつか見てみましょうか。例えば、パスウェイですね。ちょうどパスウェイの時に、このコードマップテーマ。で、これが、ある種の病気の、病気に関するパスウェイなんですけど、この部分に、をターゲットにしているよということが言うことができています。あとは、そうですね。構造マップですね。パスウェイにかかることなんで、構造マップですと、これは多分、薬の、構造マップというのは、薬がどういうふうに構造展開して、開発されてきたかという、そういう流れを示すような枠だと思うんですけども、そういう形で、そこに、どういう形の薬の構造展開ができたのが、載っています。で、この辺は、どういう、いろんな文字がある。で、当然のことながら、他のデータ、当然、他のデータベースに関しても、サブテクトとか、プラグラウンドバンドだったり、そういう、2回とか、そういうデータベースにリンクが持っている。リンクして、他のデータベースの情報というのを見ることができるようになっている。あとですね、商品名ですね。例えば、この商品名というのをクリックしますと、ZAPIC という、日本の医薬品の専用文書のデータベースがあるんですけども、そちらの方とも、関連付けをされておりまして、医薬品の専用文書のデータベースに関して、これを答えます。
ね、こういう感じです。こういう、こう薬品の専門文書の情報とも連行しているみたいな、こういう形で、まあ、クズインカンというようなところで、まあ、全部、まあ、詳細情報となったんですね。これ多分、文書のデータベースだと。じゃあ、こういう形で、薬品の、まあ、使用量の指令事項とか、そういうのを、と、まあ、ここの薬品情報と、そういう形の情報と、リンクをして、まあ、ということです。まあ、よかったら、米国の方に関しても、あの、米国の商品に関しては、まあ、デイリーメイトですね。アメリカのデイリーメイトですね。リンクを。まあ、そういう形で、医薬品のデータ、そういう形で、まあ、いろんな医薬品の情報と、を集めているのが、まあ、セルブラックデータです。ブラックデータです。で、まあ、こんな感じなので、で、ここまで、まあ、まあ、セグの、今般、リバウンドとブラックに関しては、まあ、こんな感じで、まあ、はい。で、これが、まあ、次のデータベースとしまして、これは日課人の、日本科学辞書の、ウェブのデータベースなんですけども、まあ、こういうデータです。で、これに関しても、ですね。検索と、もうちょっと詳細な文字検索と、化学構造検索というのがあります。まあ、例えば、ここですね。まあ、同じような PR を解説してるんですけど、まあ、ここにも何か PR の原因があります。多分、まあ、出てくると思いますけども、こういう形で、まあ、いっぱい出てきます。こういう形ですね、はい、こういう形で検索したものが出てきますけれども、簡易検索だと、まあ、こういう形で、まあ、多分一番下の右ぐらいに、その具合のデミラインが出てくると思いますけど、まあ、日課人の番号と、分子名と、名称と、まあ、そのリンク先ですね、スペクトロイ情報とかに、まあ、リンクしたりしますけど、まあ、ここで日課人のID で、これで、2箇所前、チェックボックスがありますけど、チェックを通して、やりますと、チェックした化合物、全体で全ての選択を、なんか、チェックした化合物の詳細を表示すると、まあ、まとめて、表示することです。例えば、まあ、これ、セリララインとソントラインちょうど中心になりますので、この2つをチェックしてみます。それで、チェックした化合物の基準を詳細に表示してみると、まあ、こういう感じですと、こちら治療室になって、その下にセリガラニンという形で、まあ、化合物データが発表してます。で、これですね。で、まあ、で、関連文献には、GSP がやってる J グローバルっていう、文献データベースがあります。そちらの関連文献の情報を取ってきたりとか、まあ、コード情報ですけども、化合物のコードのモルカルというのはこちらでダウンロードができますし、まあ、日課人の番号だったり、どういう、物質とか物質用、キャスナンバーとか、まあ、体系名とか、バイト航空とか、まあ、どういう、まあ、そういう、いろんな情報、まあ、こういう形で、検索が。で、検索の方だと、まあ、物質名を出たりとか、多分これ日本語で、まあ、例が日本語ですから、日本語でも言ってるっていうふうに、まあ、分子でやったりとか、いろんなキーワードがもうちょっと詳細に、まあ、検索をかけます。あと、まあ、化学構造検査。ここで、
これですね、自分でコードを書いてっていうのは、ケミクロールプラグインっていうのは、こちらからダウンロードすると、ダウンロードして、こちらでケミクロールのプラグインを使って書くことができます。で今回もちょっとやる時間の関係でありませんけれども、こういう、ケムドロープラグインとするときなんですけど、ここで自分の必要な OS の、自分が使っている OS の、プラグインをダウンロードしてインストールすると、そのプラグインが入りまして、こちらで自分で構造解決検索するということもできるようになります。ちょっとここでも構造検索というのはやる、特にはこういう形で、2回からも化合物の検索というのが、できるようになっているといます。次に、ナスタックファミリーという、冒頭でも紹介しましたけど、7000単位の金谷県で作っておりますナスタックというデータベースですね。これはいろんな、もともとは対産物と、その由来生物の文献情報の作用関係というのを集めたデータベースだったんですけど、今、どんどん発展して、いろんなデータベース、いろんな、生薬の情報であったり、食品の情報であったり、生理活性のデータベースとか、体幹情報とか、いろんな情報を集めた、結構大きなデータベースになっています。ここでは、そのうち、ちょっと時間の関係で、コアシステムだけ紹介しようと思います。で、ですね。ファミリーの方に行くと、こういう感じで、コアシステムであったり、いろんな食品の、どういうものを食べたら、病気予防とか、いろんな感じの食べ合わせのものとか、いろんな世界中の薬用食品のデータとか、いろんなデータを集めておられて、検索もできたりするんですけど、ここではコアシステムの方に行っていただきまして、ナプサックの機能というのが一番最初にできたデータベースのところだけちょっと紹介をしたいと思います。これ、何回か申しましたけれども、ナプサックというデータベースの一番の特徴だと僕は思っているのは、その化合物の対象産物ですね。主に植物ですけれども、5番ぐらいの対象産物、一番下に下がっていただきますと、ここにメタボライト、データの更新状況が載ってますけど、メタボライトのこれだけのメタボライト数です。大体このうち8割方ぐらいは多分植物対象物だと思うんですけども、8割以上かもしれないです。5万ぐらいの、5万1100ぐらいの対象物と、それに対して文献で、これはこの植物で、この生物で見つかったやつという、生物質のペアがありまして、その、対象物と、生物質のペアというのは、109,820というのが毎年。で、生物種実に22,401、22,000ぐらいの生物種からの、そういう情報というのがあります。なので、この対象産物というのが、どういう生物種で見つかったよという情報が、検索されていま
逆に言えば、逆に、まあ、他のある種 の生物質を入れてやると、こんな変態産物が合成上見つかったという報告されているというのが検査。もちろんこれが全部のデータが載っているわけではないですけども、そういうものが口出して検査されます。で、まあ、検査も、まあ、いろんな形、キーを使って検査もあっているんですけども、生物種であったり、海産物の名前だったり、その物質の質量だったり、CRD というのは、これ、コンパウンドが、ナッパスにくるコンパウンド ID なので、これは一番使わない、あまり使わないと思うんですけど、野菜 ID というのは、先ほどの、再配達、再配達の、で、野菜 ID というのは、デファクトで使うんですけど、野菜 ID から下がっていくこともできます。まあ、オーガニズムを使って、まあ、適当な可能性の学名、例えば、植物の、モデル植物の白身などが、何か、何にしようかな、オリザカティバっていうのを。こういう形でオリザカティバっていう、まあ、学名なんでもいいんですけど、別にオリザじゃなくてもいいんですけども、こういうふうに入れてみますと、はい、こういう形でリストが上がっております。で、これが、ナスタックのコンパクトになります。それから、まあ、これが、社会ですね。エンカラーアブストラクトでつけてるキャスマン、それからメタボライトを頼むと、オーミア、それから分子量という形ですけど、まあ、これは、まあ、今折りたててたくさんから広がってますけど、どの CO2 を使って。で、まあ、例えばこれ、エントリオクトスクリーンをしてます。はい。そういう、こういう形ですね。ちょっとまあ、スライドにしてる読むとは違うものですけども、まあ、ジデレリン、ある種のジデレリンですけれども、名前とフォーミュラと、分子量、それからキャスのマンの、それから、まあ、これは2つですね。で、どういう生物ですか。まあ、ジデレリンなんで、いろんな植物から、報告されていて、で、リファレンスのところをクリックしていただきますと、はい、リファレンスが出てきます。はい。この生物に関しては、こういう文献で報告がされています。あとはここですね。はい。構造式をクリックしていただきますと、こういう形で、構造式はもう少し大きな形で見えます。で、ナプタク 3D というのがありまして、この 3D というボタンをクリックしますと、それがプリザバイでなきゃいけないか。すみません。だから、アップデートが入っていると、ここに 3D の構造が見えます。まあ、そういう形で、はい。まあ、ナプタクのコアというのはこんな感じ。逆に、まあ、はい。まあ、こういう形で、生物、いろんな、どんな生物ってどういう生態環境があるのかなっていう伝わっていくのが、あと、そこから、まあ、生理活性とかいろんなところに伝わっていくので、まあ、ナプタクというのは非常に、まあ、重要なデータとしては。まあ、こんな感じで。一応、薬系の方が多いので、専門関数もさらっとはちょっと流しておこうかなと思います。ちょっとこの辺、資料に入れてない部分なので、ちょうどサイトの方にアップした資料には、この辺付け加えた資料をあげたいと思います。はい、なので、で、パブテムですね。はい。まあ、もう NCR が作っている、リバウンドセレクトになっていたんですけれども、はい。フラウザーでアップデータがあるパブテムというふうに検索していただくとパブテムプロジェクトのページが上がってくると思います。はい、で、こんな感じですね。はい、こういうページが。で、まあ、これクラシックな方なんですけども、コンパウンドであったり、バイオアシティのデータだったり、バイオアシティとサクション、検索のデータなんですけども、例えばこちらは、コンパウンドですけれども、例えばこれで、しますと、はい、まあ、こういう形で、まあ、
チェンラインを名前に持つアブロスが、まあ、当時の問題やばくできます。いろんなことで、まあ、エルチェンラインを名前に持つと、そういう形で、さまざまな情報、本当にさまざまな情報が出てきます。行動の情報だったり、で、いろんなシノジーの、まあ、もっといろんなシノジーの情報だったり、コンパウンドのライドについて、で、さまざまな情報が、まあ、いろんな、で、まあ、これ、いろんなデータベースからコレクションしてますので、まあ、同じ、コンパウンドというのは、いろんなデータベースから、まあ、テクからも入ってきてますけれども、なので、まあ、いろんなサプライヤーから同じ化合物の、まあ、横手がいっぱい入ってきて、まあ、ここのマンデータベースにもう飛んできたら、まあ、そういう形でコンパウンドの検索もできるんですけれども、多分、医薬系で一番こう、使えればあるかなと、まあ、バイオアッセイというのがあるんですけれども、例えば、ここで、まあ、例えばこんな形で、まあ、他でいろいろ検索しやすくなるキーワードとかもいろいろ出てくるんです。例えば、インヒビションゴブシチ A1-2 とかいう形で検索をします。そうすると、まあ、バイオアッセイで、CYP1A2 をインヒビとするようなものが、まあ、見つかっているというのは、ことが、まあ、そういうようなバイオアッセイのデータというのが、まあ、だと検索されています。249件。で、まあ、これはまあテストされてもっていうレベルなので、それでまあ、リミットっていうことをしていただくと、まあ、リミットの方で、これですね。まあ、どういう制限条件でするよっていうのは、例えばいろいろなんですけど、まあ、例えばもう、これ IC50 とかで、いろんな条件で、絞り込みをかけられます。で、例えばまあ、IC50 とかで、これでもう1マイクロモラー以上の条件で効いたよっていうのだけに、そういう条件で発生あったりとか、そういう絞り込みがかかります。で、これで例えば、こういう条件で絞り込みをして、サーチするということを多分やっていただくと、こういう形でまあ14件に絞り込みを効いてあります。で、まあ、この辺でアセデータで、まあ、そういうのアセデータのところ、まあ、たまにそこでアクティブな化合物1個とか、1マイクロモラーリタリティか、アクティビティがその化合物1個かテストしたらなくかという、ざっくりこの辺、この辺を見ていただくと、これがまあどういう実験、どういうこう、バイオアスのデータなのかっていうのは、まあ、情報の展開になっているので、例えばこれで1個、クリックしますと、まあ、こういう形で、インフィシャルの、どういういろんな詳細のメタデータであったり、リザルトのものとか、まあ、データであったり、そういうものが出てくる。そういう形で、そういう、どういうもの、こういう、どういう化合物が、まあ、っていう、そういうような細かい情報があって、そういう形でいろいろ検索をで、まあ、パブメドを使った方は多分多いと思うけども、まあ、基本的にサーチシステムも同じだと思うので、アドバンスをするってすると、過去の履歴が残ってきます。なので、このパブメドなんかと同じで、その履歴の同士の掛け合わせとか、まあ、それで履歴見ながらいろいろ詳細に検索できるので、まあ、ある条件で検索させて、別の条件で検索させて、これとこれで両方マッチしたようなものというふうな絞り込みをかけることができるので、非常にいろんな。検索ができるので、まあ、使えたんじゃないかなというふうに思います。はい。ここまでで、前半の化合物の部分の話を終わりたいと思います。ここまでで何かご質問ありますでしょうか。ここに、これはインパクトインサーチなので、こんな感じですね。
で、まあ、新しいバージョンがあるみたいで、その後、まあ、コンパウンドとバイオアスペクトの他に、まあ、ターゲットがちょっともう今回しませんけど、ターゲットとパテントとかいうような、まあ、パテントでの検索とかもできる、パテントに対する検索とかもできる、まあ、そういう形で、今のことが出ている。はい、では、ここからですね、はい、パスウェイの後半、パスウェイのデータベースの話をしたいと思います。パスウェイのデータベースも、これまた、まあ、いろんなパスウェイのデータベースでございます。まあ、会社ネットワークのデータベース、それから制御とかシグナルデータのネットワーク、あとは病気に関するネットワークとか、まあ、いろんなネットワークがあるんですけど、まあ、これもいろんな、で、まあ、いろいろデータベースがあります。で、サポートの場合は、クックがあって、まあ、商用データベースと幅を使っていたという形で、まあ、商用データベースがいろいろあるんですけど、まあ、今度、まあ、パスウェイの方も、まあ、医薬系で、お金になるっていうのもあるかもしれませんけど、まあ、これまた無償のものと有償のものが入り混じってあり、入り混じってありますけど、いくつかが、とりあえず、まずざっと、これで全部カバーできてるかというと、まあ、多分そんなことはないんですけれども、いくつか、パスウェイデータベースの名前を出ていきたいと思います。で、結局のパスウェイデータベース、あとで紹介しますけど、まあ、これ会社系とか制御系とか基礎疾患とか医薬品開発に関する知識を集めた、まあ、パスウェイマップ、マニュアルにいったパスウェイのマップのデータベース。あとは、ディアムトーンですね。で、パブリックの、まあ、中心に会社系とかシグナルデータ、すみません、関係なくて、シグナルデータ系に関する知識を集めたのがパスウェイマップ。で、これはまあパブリックで、基本的に、まあ、人と、一種ぐらいは、モデルするってますけど、基本的には人に対する、まあ、人がメインになるような、多分、対処というのがあったけど、バイオサイズというのは、まあ、これはパブリックなんですけど、これは非常に多様化したような生物に対して、パスウェイとゲノムを対応するというようなデータです。考えたらちょっと紹介できます。で、トランプサイズというのは、システム的にはもうバイオサイズが、まあ、システムを、まあ、作り上げているわけですけども、そこから、まあ、システムを借り受けて、バイオサイズのシステムを使って、植物ですね、17種類ぐらいの、まあ、モデルの植物の活性ゲノムデータベースというのを作って、まあ、プランツサイトという、まあ、別のサイトで公開をしています。まあ、活性インタラクションデータベースとか、人のシグナル、これはシグナルデータ系のデータベース。で、あとはこれは、まあ、活性データベースとか、まあ、ツールも入ってるんですけど、まあ、これキアゲン系、これは商用のデータベースです。キアゲンデータベースがツールか。キアゲン系の世界的に著名なもので、よく文献でも引用されているものなんですけども、著名なマイクロアレイとかメタボロミックスとかプロテオミックス、アレンジとか、実験データを基にして、発生解析とかを行える、その解析を行えるで。日本では確かコミュニティデジタルバイオロジーが取り扱われているようになったと思います。まあ、それは英語を使う。これはよく知らないですけど、商用の EC とのシステムバイオロジーの活動というものが使います。これは、まあ、私が、まあ、前の所属でも少し関わりがありました、ゲノム発生データベースを中心に、もし時間があったら少し簡単にバイオサイズの紹介をできればと思います。で、まあ、また戻ってきますけども、まあ、ゲノム発生で。で、まあ、ゲノム発生データベースというのは、基本的にはケミカルなデータと、遺伝子系のデータとシステム系のデータというのをまとめます。このシステム系のデータで、パスウェイと、それと今回紹介しますけど、ブライトっていう、まあ、いわゆる機能解消であったり、オントロジーのもの、それからパスウェイの中で部分的に機能ユニットとして、まあ、光のモジュールであったり、あとは、まあ、これにいろいろ、ウェブ上でマッピングできるようなマッパーというツールがありますので、まあ、この辺はまあよく使うかなと思いますので、パスウェイとモジュールとマッパーについてちょっと簡単に紹介をしたいかなと思います。そうですね、ゲノムパスウェイというのは、まあ、生体内外の分子間のネットワークということで、会社系、ちょっととりあえず、ページに行っていただきましょうか。またブラウザからですね、パスウェイというのを検索していただくと、まあ、トップに飛んでくると思います。はい、パスウェイですね。はい、
生データです。で、パセですね。番号は聞いてますけど、1がメタボリズムですね。2から4が、まあ、いろんな、まあ、シグナル、電子不定だったりその、こういう類の、定常系ですね。定常系のものっていうのが、まあ、いろいろ分解してますけど、2番から5番までっていうのが、定常系のいろんな話です。で6番というのは人の疾患、まあ、医学系の方は多分興味あるのかもしれませんけども、医学系の、まあ、人の疾患に関するまあ、シグナルデータ、まあ、というデータ系の人の疾患に特化したようなデータ。あと7番というのは薬の、まあ、行動データという形で分類されています。で、で、それでですね、対策に関しては、ちょっと特徴的なものとして、地方の企業で、グローバルオーバービューというところに、まあ、この本でいただいて、ここに、まあ、メタブリックのクローンにメタブリックパスというのをしていただきますと、はい、こういうマップが見えてくるんじゃないかと思います。はい、これが、まあ、ですね、パステ全体につなげたようなマップですね。オーバービューのマップという形で、この辺、のマップです。個別の対象パステは別にこういう全体を俯瞰して見れるような、総合的なですね、全体を見れるようなマップというのが用意されております。で、まあ、普通の代謝パステというのは、まあ、例えばそのグループグライコリスというのを確認してみますと、まあ、これ普通の、これは結構一般的な化合物と遺伝子を扱うのというふうな方法をしています。これはまあ一般的なというふうに対象です。これは代謝系の代謝パステです。で、下がっていただきまして、はい、この辺がですね、キャンサーですね。キャンサーも、まあ、病気は別のことでオーバービューなんですけども、例えば、まあ、この辺のマップを取っていただきますと、これが、疾患系のマップになります。で、ですね、ちょっと非常に大きくなってるんですけども、こんな感じで疾患系のマップ。で、資料の方に戻っていただきまして、これが、まあ、オーバービューのマップの結果になります。これが、まあ、疾患のマップですね。こちらが、まあ、いろいろ、まあ、病気の進行の状況というのが記載されていまして、こちらは、まあ、シグナル伝達の方法、どういうふうにシグナル伝達が進んでいるかというのを、1枚のマップにまとめたもの、これ、まあ、これ例として大腸がありますので、こういうものをまとめたものというのは、ね、まあ、自分のパスの疾患マップ。これをまあ一つバックして戻っていただいて、リストの方に戻っていただきますと、こちら結果に まだいっぱいマップがありまして、7番がドラッグデベロップになっておりますけども、まあ、これが薬の開発ですね、薬の行動展開とか、まあ、薬の運搬するマップですね、それもこんな感じで、薬ですね、まあ、この一つのこちらがどういう、まあ、どういう、行動がどういうふうに展開されているかというようなことが、まとめられたマップというのが、ドラッグのマップ。まあ、こういうものを、ちょっと特殊なマップですけど、気分撮影のマップには入っています。
まあ、こういう形で疾患のものとか、定義性とか、まあ、代謝系とか、定義系とか、疾患とか、まあ、薬の開発とか、まあ、そういう形です。で、まあ、グローバルとか、まあ、疾患とか、薬の開発とか、まあ、こんなのがあるんですね。はい。まあ、ちょっとまず代謝パスウェイですね。まあ、その例として代謝パスウェイで、まあ、どんなものが、どんなことができているのか。で基本的には、まあ、まあ、これ、先ほど見せしました解凍系の例ですけども、酵素原子と化合物のネットワークの、メニューには、まあ、ブライト形式の解凍の分類とか、オーバービュー、オーガナイズメニューには生物の解凍分類とか、パスウェイエントリーには、パスウェイデータベースの、まあ、テキストバージョンの情報とか、まあ、いろんな情報が載っていて、まあ、この拡大縮小とかも出てくるというような感じになっています。まあ、どういうことかというと、先ほどのこのページで、お菓子のページで、見に行っていただきますと、まあ、連続して、解凍系ですね、こんな感じで。パソコンにというものを選ぶと、まあ、メタボリズムの中のスカーバハイレーズの中にこういう、まあ、選んでいるものがあって、こういう形で、まあ、その階層情報として、パスケルの階層情報に落とし込んだような状況で見ることができます。それで、ですね、戻ると、はい、これで、オーガナイズ、パスケルインクルというのは、パスケルの化石区で、まあ、いろいろ、パスウェイに関するディスクリプションの解説であったり、まあ、どういうグラフに分類されているとか、あとはその中に後ほどどういうモジュールがいるかとか、どういう病気と関わっているかとか、はい、他の病気の事業とかそのデータベースとか、まあ、このどういう文献参照とか、まあ、そういう情報が入っています。基本的には完全にここが、まだアントロンの配慮式があるというのは、まあ、シンプルに使われています。で、インターネットマッピングに関しては、まあ、データを、まあ、マッパーの機能になっているので、後ほどマッパーに関してはシンプルにします。で、オーバーに読めるようになります。まあ、ここで、今、リファレンスパッケージになってますけど、ここをクリックしていただきますと、はい、精密に絞り込んだパスウェイが出てきます。はい、こんな感じで出てきます。で、説明するのとかしました。結論達成がどういうふうに成り立っているかという根本的なことを説明しなきゃいけないんですけども、基本的にはその結論達成ですね。結論達成というのは、文献情報で化合物 A、まあ、化合物 A と化合物 B はこういうふうな遺伝子を介してなっているというのは、文献でいろいろこう対価達成の情報が載っているわけです。その文献情報というのを集めて、それを集めて、それから対価達成というのが達成されます。で、まあ、それに対して、ここの遺伝子に対して、K 番号というのを、オーソロですね、オーソロのケグの、オーソロの K 番号というのです。これが、まあ、非常にケグの中ではキーなんです。ここの遺伝、ここの遺伝子がやるようなものに関して、この遺伝子、遺伝子のオーソログループに関しては、こういう K 番号ですよ、という形です。で、それに対して、はい。で、ね、他の、ゲノムが読まれたとなったとき、まあ、いろんな生物のゲノムに関しては、この K ナンバーがこうオーソログなものに関して、はい、オーソログなものっていうのをこう、まあ、アノテーションをして、ここの反応を反応する遺伝子とオーソログなもの、同じ機能をするものっていうのを、遺伝子が、まあ、人ならこの遺伝子、酵母ならこの遺伝子、大腸菌ならこの遺伝子っていうことですね。で形容と化合物 のネットワークであるリファレンスパスウェイというのを元にして、それに対する K 番号というのをここの遺伝子、形容というのをここに遺伝子にアサインすることによって、この
生物の活性というのはディーコンストラクト、カランコンストラクトという形で、そのこういうそのこのオーソルダルモについてこの活性があって、こうあの色がついてという形で、あのこうあるよという存在するということを示したいと、これ、まあ、活性だと。そういうことになります。これで、まあ、ここの生物質というのは、まあ、人の形とか、そういうものができる、そういうふうな流れになります。まあそれで、まあ、そういうものがあって、これですね、あのこういう、まあ、あのところもあって、だからこれが、まあ、リファレンスの白地図になります。リファレンスの白地図なんですけども、これに関して、リファレンスで、あの、適合を取る、適合の番号というのは、作られたものというのは、それが、まあ、適合です。まあ、ここには、まあ、適合を取る、こうする、まあ、恐らくあるっていうのが。そういう形のものというのは、それが、まあ、リファレンスだというのがあります。なぜなら、リファレンスの枠というのは、まあ、あの、先ほど、あの、ケミカルのリファレンスでしたリアクションが、この、あの、ここのリアクションに、ここのリアクションには、この R 番号は、あの、リアクションが、あの、正規されているよっていうところが、あの、探すのは、まあ、リアクションです。で、まあ、こういう形で言うと、まあ、こう、ざーっとこう。で、それで、まあ、ここですね、ここから下のものというのは、あの個々の生物質の枠というのは、ただ人であったりっていうことですね。で、今もその数千の大台が出ててですね、こう、自分の生物質を探してもやってらんねえよというのが状況に、まあ、なるわけですけども、ここが2分目にするのが、で、あの、オーガニズムが、あの、生物質がですね、まあ、階層関係に、あの生物です。あの品格で、まあ、動物で分化してくれて、なんか、こう、まあ、あの、まあ、例えば、HSF がクリックすると、まあ、これ、人になっているんですけれども、はい、で、で、これで、まあ、対象で探すこともできますし、まあ、その、この辺、この辺でも、この辺で、こういう形で取り入れているので、まあ、あの、こう探すこともできますし、まあ、ここで、あの、これ、この上で、まあ、ブライト上でテキスト検索をしてやる、あの、このリスト上でテキスト検索してやれば、まあ、自分の生物質を探すこともできますけど、まあ、こういう形で、対象関係には、まあ、できる。あとは、そうですね、発生の、このページに戻っていただいて、ここで、パーソナライズメニューというのがあります。そうすると、ここでですね、まあ、人によって、まあ、例えば僕は動物しか興味がないとかも、あのそういうことがあるとか、もう神格しか興味がないとか、幻覚しか興味がないとか、動物しか興味がないとか、まあ、いろいろあると思うんですけども、そういう時に、例えば、まあ、ここで、あの、セレクトで、動物ってしてしまうと、はい。まあ、あの、生物から動物しか見えなくなる。はい。そういう形で、まあ、あの、絞り込む。でリセットすると元に戻りますし、これリセットしてくれるブースね。リセットしてブースすると、はい、これでもう一度あの再現できます。で、フェイバリットで、まあ、特定のこの人この人この人っていうふうなことをあの選ったりあの指定したい場合にはその3文字とか4文字のケグノオーガニズムコードを並べ立ててやるとこう。あの並べて書きますと、ここで、まあ、その特定の生物質で書くことが必要にも、はい、で、まあ、ケグノオーガニズムコードなんて、そんな分かんねえっていう、あの、まあ、話になるかと思うんですけども、それ、はい。そういうふうな、あの、あのまあ、オーガニズムコードを探すか何かしても、あの、コードを探します。
こういう形で、慶応の、リファレンス達成というのはオートグエンティでもできます。PCC というのはコントロールエンティで、リアクションというのはハンドエンティでもできます。そこの生物を選びますと、各生物種の遺伝性というのができますし、セットパートナーズメニューすると生物種の選択肢。あとは相当で、アルファベティカルに並ぶたりとか、そういうことも、リファレンス、そうですね。日本の石が特にいいかと思うんですけど、結局の、リファレンス化成の KO ということは、最後の数値でエントリーがそこに分析がされまして、結局、人類に登録されている生物の遺伝子に関して、配列の、KO というのは、グリッドで元に定義されて、それからあとマニュアルな KO というのは、オーソロブ、定義されてます、オーソロブの状況です。で、コードによっては、そういう定義が難しいものもあったりして、発行できてながらもあるんですけども、その色をついてながらもあるんですけど、基本的には、ここに遺伝子があって、あれば、なんだろう、この反応を経由するような遺伝子が何か、ゲノムが決まっているものについて、あれば、ここで、オーソロブというのが、先ほども、このですね、今その、リファレンスパッケージで、KO というのを選んでいただきますと、こういう色がついた。例えば、ここでもですけど、一つ見ていただきますと、そこの、反応ですね、反応についている KO の影響というのが、これはこの KO、どういう、オーソロブであるかということで、どういう、ディフィニッションの構成であるかと、どういうパッケージに関与しているとか、どういうパッケージモジュールに関与しているかとか、どういう条件に関与しているとか、そういう、どういう分類にいますよとか、そういう情報が載ってて、あとは、他のですね、GO名のリンクがついていたりとか、どういう遺伝子に、このオーソロブ、K 番号にはどういう遺伝子が結びついているかっていうですね、これはかなりちょっと、解答系の大きな、よく、それらさん、非常にたくさんいるので、多分、勝負しない、勝負すると、こういう形でものすごいリスクはできてきます。こういう形でも、いろんな生物にいるような感じだと思いますけれども。で、なので、こういう、で、こういう形で遺伝子のリスクがあって、それがどういう文献で、このオーソロブというのが、いるかということの文献情報です。あと、それで、ここで、タクソノミーというのをクリックして、これはその、この K 番号がですね、ゲノムタクソノミーのそのブライトという、解消情報の変えるんですけど、これで、どういう生物種にこの KO っていうのがやってるか、各色がついてるものっていうのは、その KO がここの生物種にいるっていう、これ解消系の中心のコース、割と中心のコースなので、こういう形でほぼ全部の生物種にあることが分かりますけど、こういう形で、この、遺伝子、こういう KO っていうのが、どの、このオーソロブというのはどういうところにいるかというのが、ここから分かるかという。こう見ることができると思うんですけども、これはグリーンになってますけど、この色がついているところに関しては人の遺伝子が入りついている、そういう、これ。なので、ここで、例えば一つどれかクリックします。
を見つけていただきますと、はい、こういう形で人の遺伝子に関する詳細の情報、人のどういうパフェにかかっているかとか、そういう詳細の情報というのは見ることができるかと思います。パセに関する結末化のマッピングツールも、ことですね。まあ、マッピング、いろんなデータであったり、最初パセに貼り付けて、情報を見たりとか、情報をそれをプレゼンテーションに使いたりとか、まあ、自由というのはかなりあるかと思うんですけど、その辺に関しては、この辺の結局マッピングツールですね。まあ、結局では結局マッパーというふうに呼びますけど、マッパーが多分、まあ、ブラウザ上からできるんですけども、役に立つかと思います。それに関しては後ほどまとめて、今からの、説明をしたいと思います。で、あとですね、上の方にこう、キーワード検索ですね。ここに、まあ、キーワード検索の、ことがありますけど、まあ、ここに、その、例えば、ですね、どういう、まあ、いろんな、キーワードをかけてあって、まあ、どういうキーワードに関わるのかっていう、キーワードに関するのかっていうのは何かあるかっていうと、まあ、探すことができます。で、ですね。まあ、ここでは例えば、人の、まあ、人は、まあ、キリンサムソールが、HSA になりますので、HSA っていうのをここに入れていただいて、例えば、ここに、キャンサーというキーワードをかけてみますと、それで、Go というふうにやっていただきますと、はい、こういう形で、その、パッセイをサーチすることができます。で、で、パッセイの ID、それから、まあ、マップのサムネイル、それから、まあ、ネームとか、デスクリプションとか、オブジェクトとか、まあ、デジェットされますのところで、まあ、キーワードがかかってきたときに分かりたいので、こういう形で、特定のキーワードに関わるようなパッセージの一覧というのを検索することができます。まあ、例えば、一つ選んでやると、こういう形で、まあ、プロセスキャンセルという形なんですけど、まあ、そういう、パッセージ、はい、の病気の、関係のパッセージ、そういう形で、常にどういう遺伝子が出て、関わっていてとかいう、そういう情報というのを検索。まあ、どうせで、そういう形で、ざっくり、キーワードを検索するということがあります。すみません、このマップの信頼性というのはどうかありますか？ですね、一応、基本的にはですね、マニュアル、文献とかをですね、サーベイして、マニュアルのキュレーションっていうのをやられていますけど、100% の信頼性を担保するのはもちろん難しいと思いますし、多分もし間違ったか発見され、ここは間違ってるんじゃないのということがありましたら、その、フィードバックとかで、テクノチームの方にフィードバックしていただくと、その辺は、文献なり、その情報ともに示していただければ、まあ、それは随時修正はされると。何基本は入ってますけど、不安定は入ってますので、それなりの信頼性はあると思いますけれども。それを作っていただいて、お一人の方がやるんですが、何の複数でこうチェックしながら。ですね、チームでやってますけど、ちょっとそこは僕も完全に中の人間ではないので、なかったので、あれなんですけど、一応、たる責任者の方がおられて、そのチームで、チェックはされてる、普通にチェックは入ってるとは思います。ただ、もちろん、データベースを作る人間であって、その、なんですかね、その、医療分野のプロフェッショナルをやってるというわけではないので、文献を読んで、文献を、能力というのはそれなりにある人がやってると思いますけれども、完璧では、100% を補償するのはなかなか難しいかと。一応、長い間トレーニングを積んできた方がやっておられますので、それなり、
というぐらいのレベルだというふうに思っていただければ。なので信頼性に関しては、まあ、どういうデータベースでもそうだと思うんですけれども、あの 100% あの間違いを排除するというのは不可能ですので、はい、そこに関してはその、裏取りというのは、まあ、そうだデータベースを使うときにも必要になるのかな、なのかなというふうに思います。こんな感じでよろしいでしょうか。はい、そういう感じです。はい、ここまでで、ここからちょっとマッパーの、マッパーにもか、はい、あと、そうか、そこ、この後先に、結局のゲノムの話をします。個々の生物種の話を、したかと思います。またちょっとブラウザの方でですね、Google から、テグの特定量、今まで紹介してなかったんですけども、はい、テグの、これは、まあ、テグで検索していただきますと、という形で、テグは、まあ、非常にたくさんのいろんな、データベースの仕事になります。で、前半で紹介しましたドラッグのデータベースとか、まあ、先ほどの疾患関係のマップは、まあ、アセであるとともに、結局の技術データベースの中核でもあります。で、まあ、コンパウンドだったり、リアクションだったりっていうのは、まあ、後日中、シャボレッチで前半で紹介しました。そういう形で、まあ、先ほど言いました K ナンバーというのは、結局のオーソロジーというケースで、まあ、いろんなデータベースの集合体で、まあ、技術的な集合体で出来上がっている、そういうデータです。で、ちょっと、先に行く前に、もう一つですね、関わりあるものとして、ゲノムと、検索スタイルで、まあ、先ほどもちょっと一緒に、日本語のページとゲノムページがありますけれども、はい、こういう形でゲノムネットの方からも、結局、主要なデータベースに取ったりとか、そういうことができますし、まあ、いろんな、環境はむしろなって、まあ、こちらから、ね、いろいろ使われます。で、それでですね、テグの、ゲノム系というのは、先ほどからそのテグの3文字コードの話がいっぱい出てきてたんですけども、ですね、これ、まあ、テグのゲノムっていうのは、まあ、いろんな、その、はい、そうでですね、まあ、テグの個々の生物種の集合、もう生物種のコレクションですね。まあテグのデータというのは基本的にはその電子ナイフレプシックから入るかつけるんですけれども、そういう電子の、個々の生物種のカタログというのは、ゲノムというか、で、ここでですね、テグの、ここの、ここでですね、カテゴリーのコンクリートゲノムというところがあります。ここをクリックしていただきます。そうするとですね、テグに入っている、生物ゲノムに対する生物種のコンプリートゲノム、ゲノムがとして整理されている生物種の情報というのは、ここにリストされます。今現在で、進化が244、で、バクテリアが2679かな、で、アーキアが168とか、これだけの情報があります。はい、で、これで、こういう形ですね。はい、こういう形で、まあ、生物の回復その系統関係です。順番に、まあ、細かい系統関係ではなくて、ラフな系統関係で、ダラッとなるんです。この辺はずっと、アニマルのエリアですね。アニマルのエリアがダラッとしていてっていう感じです。で、まあ、先ほど、いろんなものを指定するときに、ケグの場合、ここに、その、3文字なり4文字の ID が、これは基本的に、その、ケグの、生物種コードなんですけど、まあ、ケグでローカルに使っている生物種コードで、ケグのデータベースを使うときに、この、コードを使う場面っていうのは、まあ、ちょこちょこ出てくるんですけど、まあ、ね、ケグ以外では使わないコードなので、わかんないよって話なんですけども、そういうものを探すときには、まあ、一つの手としては、ここでこう、学問を聞いていただくと、また、対応する、まあ、コンサートしてきた HSA で、横に HSA なので、まあ、そういう形で、まあ、セーフ探していただくと、3文字コード、その、ね、セーフ種コードを探すかっていうのがあるかな。ついでに、まあ、ここで、まあ、その入っているオーガニズムとその総数、まあ、ほとんどというか、まあ、ほぼ、技術の場合は、ほぼ若干の例外の上で、基本的にはレプシックが入っていますけども、電子内でレプシックが入っていますけど、そういう形
で対関係があると。はい、ここでお話したかった、とりあえずお話しとかなきゃいけなかったことは、多分これでよかったかな。それでですね、はい、でですね、ちょっと戻っていただいてですね、ここのところにですね、ここにもマッピングの話なんですけど、こっちはマッピング、ランキングマッピングで、ここでまあ一つ、ですね、先ほどセルフコードの話をしましたけども、ここでですね、ここに例がありますけども、生物種をですね、生物種コード、ケムの生物種コードプラス生物種コードみたいな形の書き方をしますと、このケムマッピングのゲノムコンパレーションとかコンビネーションとかいう、そのここでこういうコンビネーション、その生物種のコンビネーションを入れてやりますと、その他の部門ですね、その、比較ゲノム、こっちはあとこっちじゃないけど、その比較関係というのを取ることができます。はい。でですね、例として、スライドに挙げてあるのは、この、ホストと共生関係のを見るための、見る例なんですけれども、ここですね、API と、そうですね、これですね。これが、アブラムシとアブラムシの共生体験の、例なんですけど、ここをクリックしていただきますと、こういう形で、アンソロポット、アブラムシとトレーニング共生するボクネラというものをこう、で、ここでパフェマッチを見ていただきますと、これで、クリックして、で、その後、このメタボリックパフェというのをクリックしてください。こんな感じのマップが見えるんじゃないかと思います。で、この緑色の部分っていうのがアブラムシです。アブラムシの方で遺伝子がある、そういうマップです。で、赤いのっていうのがボクメラがのみが持っているマップです。で、青いのっていうのは共通に両方共通に持っている部分ですね。そういう形でその2つのマップですね。2つのこう生物種が、どういうのパスの保管関係ですか、共生の時にそのパスの保管関係を使っているということが、こういう形で、見ることが、マーキングすることによって見ることができます。はい、こんな感じですね。で、こういう感じで、になります。こういう形で。これでですね、はい、バーッと下がっていってですね、ここにアミノ酸の代謝のところにこの290番ですね、バリンロイシン、グリスロイシンの整合性というそういうパスがあると思うんですけど、今度はここをクリックしていただきます。はい、こんな感じです。で、こうやりますね。はい、こういう形でですね、これちょっと、スライドの方に戻りますけれども、説明はただけですけども、共生関係で、その生物もあって、共生とか寄生とか、人と腸内細菌層の関係とか、そういうのを見れますけれども、でアブラムシとボクメラっていう形で、これはアブラムシですから、アブラムシはもうこことここしか持ってないんですけども、ボクメラはここ持ってる。だけど、この、ボキャンモサンを整合するというパッケージの中で、ボクメラだけでも全部はつながらないし、アブラムシだけでは全然つながらないんですけど、両方あることによって、これでこう、一つの分岐の差の成功性パスでつながるという状況が、このマッピングするということで、こういうことっていうのが、この先ほどのページから、できるようになります。で、はい、これで2つところから見ていただいて、はい、で、こういう形ですね。で、それでですね、はい、
でこれに使えるは ID なんですけど、今これに T3 万とか T1 万台とか、まあ、その普通の生物機構ではないものだと思いますけど、先ほど、コンプリートゲノムのところでお見せしたのは、まあ、その、レルシック、主にレルシックから取ってきたそのゲノムを自由で作っている生物なんで、KO とかにも関わっている生物なんですけど、それ以外にもですね、ブラストゲノムっていう、DGM っていう形で、レルシックにはないんだけど、まあ、ちょっとこう、他のところで取ってくれる、使えるようなゲノムデータっていうのは、まあ、いくつかプレゼントしてまして、この辺に関しては、その生物コードが T の1万台ですね、T1 から始まるような生物コードで、いくつか、まあ、レクシックには入ってないけど、とか、ブドウみたいに、レクシックにはあるんだけど、現実にはブドウのコミュニティでは、こっちの人を使ってるよねっていう、そういうのが、まあ、これはまあリクエストしたものだったと思うんですけど、そういう形で、いくつかの、レクシックだけでは保管できないようなデータに関して、まあ、ノーテーションされたものっていうのは、この辺も、使うことができます。あと、ですね、T の3万台というのは、これは M ゲノムっていうものなんですけども、メタゲノムですね、メタゲノムのデータっていうのを、公開されているデータっていうのをいくらかまあプレクションしていまして、改良性のメタゲノムであったり、この辺はまあ主に人の腸内細菌層に関するデータであったり、出ているものですね。先ほど T の3万台使われていたものってのはこういうものですけども、なので、こういうデータを使いますと、ここでこのマッピングですね、ゲノム同士のコンパレーションのマッピングというのがこれできるんですけれども、そういうのに、先ほどの、このコンプリートゲノムであったり、ドラフトゲノムであったり、メタゲノムの、この辺のデータというのが、組み合わせですね、組み合わせの情報がこういう形でマッピングして、このテーブルの中にあるデータのものに関して、比較ゲノムをマッピングということができるということです。テグマトップの方に戻っていただきまして、この卵のアイコンをつけたのがトップに戻ると思うんですけども、ここに今度はテグのモジュールというのがあります。で、先ほどから何回かモジュールという名前が出てきたと思いますけど、モジュールって何ぞやという話なんですけども、モジュールというのは、テグのマップというのは割と大きい、こう、ネットワークのようなマップ、一つ一つのマップになっているんですけども、その中で、機能的に一つまとまりになるようなマニュアルに、マニュアルで、まあ、これは、まあ、手作業で言ってるんですけども、機能ユニットとして、こう、一まとまりになるような、まあ、そういう、こう、まあ、電子の、組みというんですね、電子の、組み合わせというのは、テクノモジュールという形で出てきます。その中にはパッペンモジュールであったり、コードモジュール、大きな複合体になるようなタンパクの、そのストラクチャーの、要するにそういう、コンプレックスの、ものもモジュールになりますし、まあ、ファンクションセットであったりとか、そういう、他のパターンのものがありますけど、そういう形の、ひとまとまりのものっていうのを、まあ、モジュールということによって、発生しています。で、ですね。このテグのモジュールということを、そこをクリックしていただきますと、モジュールのリストというのが出てまいります。はい、で、この一番右の三角のところ、ここのところをクリックしていただきますと、まあ、モジュールのリストというのが展開されますけれども、パスウェイの、カーボンミックス、まあ、エネルギー対策だったり、まあ、いろんなところ、そういうの、パスウェイ、グループごとの、モジュールですね、この円番号で、M で始まるものというのがユニットで、その下にあるのが、そこにいます、K 番号です、オーソルのリストになりますけど、そういう形です。で、モジュールのリスト。ここまでだと。はい、まあ、そういう形で、そういうふうな。
まあ4番目のところですね、こっちがリクリックしていただくとモジュールだけのリストになりますので、分かりやすいです。で、こうですね、こういう形でモジュールのリストになります。はい、で、モジュールっていうのは、まあ、ちょっと、こういう形で、まあ、これ、こういう、まあ、こちらのはその反応側の反応の反応とリアクションとしての、この遺伝子と、まあ、この遺伝子とこの遺伝子と、これとこれとこの遺伝子で、このステップの反応が入っているというそういうのがあったので、まあ、一つの機能インプとして、まあ、これはこの組っていうのが全部揃うことによって初めて、まあ、機能するよねっていうそういうことが生物ごとにマッピングすることで分かります。で、ちょっと時間がなくなってまいりましたので、ここで、はい、次は。マッパーに行こうかと思います。で、ここに戻っていただいて、その場合は、まあ、いろんなところからいろんな入り口があるので、なんか、下のアナリシス2のところにケグマッパーというのが出てます。で、このケグマッパーというのをクリックしていただきますと、はい、こういう形で、マッピングツールが、まあまあ、出られています。で、まあ、パスウェイにマッピングしたり、でブライトっていう、今日は説明しますけど、解像情報ですね、まあ、オントロジー的なものですね、それにマッピングするものであったりとか、モジュール、採用しました、モジュールにマッピングするとかです。それでは、で、まあ、先ほどのその、生物種の関係のマッピングっていうのは、このリコンスタパスウェイという、その機能を使って、これの機能を使って、ここではまあ時間もありますので、この最初の3つですね、その3つをちょっと簡単に説明したいと思います。でですね、まあ、基本的にどういうマッパーってどういうものが、それぞれのマッパーとかサーチアンドカラーとかカラーパスとか、まあ、それぞれどういうものなのかっていうことなんですけど、サーチパスウェイというのは基本的なマッピングツールで、テクノオブジェクトというのを入力すると、それをパスウェイとかにマッピングするという、まあ、感じです。まあ、一番簡単なんです。で、サーチャーのカラーパスウェイというのはもうちょっと高度なマッピングツールで、テクノオブジェクトと、それと色ですね、バックグラウンドとしての、まあ、要するにその色のを入力してやると、パスウェイに好きな色をつけられますよというのが、サーチャーのカラーパスウェイ。でカラーパスウェイというのは、サーチャーのカラーパスウェイの拡張になりまして、まあ、テクノオブジェクトと数値データを入力すると、パスマップにカラースケールの色を段階的に塗り分けることができますよという感じで、そのため、まあ、いつでできるかというのが一つのパスウェイです。そういう感じで、ね、という形です。リコンスタックは、まあ、先ほども言っていただいて、大体そういうふうな感じ。でもう、まあ、そうですね、ちょっと簡単に、書いてあるなら、まず、ですね、サーチパスウェイをクリックしていただきましょう。そうすると、まあ、こういうページが出てくる。で、基本的に、まあ、それがいろんな種類のマップがあるんですけれども、まあ、リファレンスマップであったり、白地図の、まあ、マップというのは白地図のマップです。KO とか EC という、RNA というのは、それは、KO のマップ、EC のマップ、RA のマップって、それぞれその、それぞれ KO がついたり、高速番号がついたり、リアクションなんかがついているマジバランスがある。あとは、まあ、ここのオーガニズム、生物の ID をここに生物コードを入れてありますと、その生物マップに、でそこに、まあ、その、オブジェクトを入れてやると、適当なオブジェクトを入れてやりますと、まあ、その探したいものについて、色をつけることができるというような形になっています。で、まあ、例えばですね、ここにですね、まあ、これをそのマップにして、HSK の
7167というあとはその、自分でテキストファイルを用意してこの、こちらから飛んでやるところもできた。まあ、とりあえずここでは、まあ、時間かかる。一応プロですね。これでいけるか。はい、こういうふうに形で。17167というふうに入れてやりますと、こういう形で、こう、まあ、まあ、ケグノの遺伝子コードですけど、そういうふうに入れてやりますと、こう、マップに。でも、これは非常に簡単なツールなので、入れた遺伝子コードに対して、こう、単純にそこは、赤く色とか、非常に簡単。で、コンパのナンバー入れてやれば、当然そこのコンパートが埋まる部分になります。まあ、非常に単純な、一番シンプルな。で、ですね、ちょっと戻りまして、サーチ&カラーパスというですね、どのマップを使うかっていうことと、ID に、ケグノアイデンティファイヤーを使うか、その他に NCBI の GID とか、NCBI の GID とか、インプロットの ID でマッピングをかけることになります。これは多分個別の生物種のパスケをかけられているので、多分そういう形でも、そういうことが、はい、これはちょっと、とりあえず、シンプルな例として、ものを入れてみたいと思います。そうすると、それで入れますと、はい。これで、こういう形で、しますと、どのマップに何個こうオブジェクトが載ったよっていうのがよく分かるというのは2個しか出てない。まあ、これ例えば回答点のマップを1個と、ここがこうバックグラウンドが赤になって、こう文字の部分が青くなって、ここがピンクになって、でまあ、自分で好きな色を使って、こう、指分けることができます。なので、まあ、これを応用していただきますと、まあ、例えばあるマイクロアレイのデータとかがあって、まあ、それをこう適当なこうグラデーションの色のデータというそういうのをまあ作ってやれば、それに関してそういうテキストデータを投げてやると、まあ、パッドにスタートマッピングして、その自分が人の好きな色に自分がこういうふうに。その見たいようなその色分けをしたようなマップというのをこの、スタジアムからパスでマップにすることができます。でラストでカラーパスです。カラーパスの方なんですけれども、はい、これに関してはですね、まあ、これはまあ特定のマップに関してこう数値の情報を、もう与えてやってということができるようになります。で、まあ、ここでは、例としてですね、
まあまあ、カラーをもうあらかじめ当てはめたようなものも入れられますし、まあ、あとは、ニューデータ、数値データを与えてやって、マップにすることで、ちょっとこの辺をですね、別にこれにクリックで、新しいタブで、こいつを開いていただきたいと思います。まあ、そういう形で、まあ、例えば、こんな風な感じで、今、HS に関して、まあ、ある種のこう数値データっていうのを、まあ、こんな数値データがあったというふうな感じです。で、これも、まあ、この HSA5200 っていうのは、マップに投げてきたんです。ですね、これをですね、コピーしていただいて、ここに貼り付けてやって、で、あとですね、あ、そうか、これはあれか。すいません、じゃあ、これを右クリックして、名前を付けて、とりあえず、まあ、デスクトップに持っても保存してあげてください。そしてですね、で参照していただいて、ダウンロードしたものをですね、これですね、CML コスメっていうものを開いていただいて、はい、こういう形になります。こうやって、まあ、ファイルを与えてやると。で、ここで、まあ、ファイルタイプと、まあ、今度の場合は数値データなので、こちらのニューメリカルバリューっていうのをやると。そうですね。はい。で、まあ、これで、これをログスケールのデータで与えるのか、まあ、ログスケールのデータであれば、ここにログスケールっていうのをチェックする。例えば、これをチェックする。でこれを、まあ、ミニマムマクシマムか、それともネガティブゼロポジティブかというのも、これもそのデータ の性質に合わせてやってください。あとはこうミニマムとマクシマムの色のあれというのは、色っていうのはそのウェブ の, こうあの表示コードで指定をするくださいと。ここは、まあ、このままにして、これでエグゼキュートデータを入れてやりますと、こんな感じで、になりますけれども、はい、こういう形でですね、指定されたもののところに関して、色の変化っていうのは、こう、マッピングすることがあるす。こういう形で、見ることができます。はい、マッピングされて、ることができます。はい。で、結局の方に関しては、それだけですね、ちょっと時間が押してますけれども、簡単にバイオサイクルの説明だけして、終わりたいと思います。はい。まあ、パスウェイデータベースですね、もう一つ、まあ、もう一つはその次で外国人のデータベースのバイオサイクというのは、まあ、メタサイクの関連なんですけども、まあ、こういうバイオサイクルというところがありますけれども、こういう、ここも、まあ、何でしゅう、関係物質のデータを取るんですけども、で、どういう、こちらが、まあ、どういう構成になってますかというと、これもやっぱり文献情報を集めたデータベースなんですけども、こちらの場合は、まあ、化合物と化合物の間の、まあ、遺伝子というものがあったときに、文献情報からメタサイクというのが、リファレンスデータベースのセットをされたんです。で、そこから、まあ、ある種の遺伝子で、まあ、こう、遺伝子と化合物に関してはまあ、データベース。そういう、リファレンスデータベースというのがメタサイクです。で、これをもとに、はい、こういう形、それも、メタサイクをテンプレートにして、パスウェイツールソフトウェアというのが、まあ、バイオサイクルで出す、ライセンスがあって出してるんですけども、そこで、放送関係の遺伝子がミューテーションを、まあ、プラスだと思うんですけど、マニュアルテーションされます。で、主要生物種に関しては、それをさらにマニュアルテーションしている可能性もありますけども、そういう形で、パスウェイツールでこうして、まあ、さらに、まあ、ファイヤーマンっていう、その、マニュアルテーションした生物種もあります。その、ファンタイプも多分同じような形でできるんですけども、そういう形で、遺伝子が張り付いて、ここのパスウェイのものっていうのができる。今回ちょっと時間の関係で気に入って、まあ、ケブのパスウェイモジュールとバイオサイクスメタサイクの関係というのは、基本的にはケブ、まあ、ケブのパスウェイというのはバイオサイクスとメタサイクなんです。で、ケブの、まあ、HSA の何とかという、まあ、ここに生物しますというのは、バイオサイクの場合はここに PGDB、プランで、ストラサイク、ヒューマンサイクというふうになって、大腸菌のサイク、エトサイクという形になります。で、そういう形で、まあ、大体対応します。で、現実ではないんですけども、ケグのパスウェイマップぐらいのレベルのサイズのものに相当するのが、バイオサイクの場合は、このパスウェイで、ケグではモジュール単位のものが基本になっています。一つの、まあ、機能単位、プラスアルファかな。モジュールよりはパスウェイの方がちょっと大きいかもしれません。まあ、ものにもよるんですけど、モジュールとパスウェイは大体同じぐらいのサイズ。で、パスウェイを集めて、パスウェイをもう、つなぎ合わせて集めたものに、スーパーパスウェイというのがあるんですけど、それが大体ケグのパスウェイ、
をから枝かりしたような感じぐらいです。まあ、大体そういう関係のものになってて、こちらもその、バイオサイクの方に使い方のビデオとかあるんですけども、その辺でこう細かい、いろいろマッピングツールとか、解析ツールとかも用意してますので、まあ、こちらの方でまあマッピングするっていうこともできると思います。はい、で最後ですね、まあ、時間関係でもう本当に書き足になってしまいましたけども、まあ、紹介できなかった機能、まあ、今回紹介できたところ、本当にウェブでできることのほんの一部なんで、いろいろ使ってみていただければと思います。また、まあ、総合 TV、先ほど、栗山さんのところでも紹介がありましたけども、総合 TV で化合物とか薬品とかバッテリーとかキーワードを実際にしますと、今回紹介できなかったようなデータベース、まあ、データベース実際について使い方が、まあ、いろいろ、薬品とかもあったと思いますし、まあ、いくつかあると思いますので、使っていただければと思います。すいません、大変書き足になりましたけど、これで終わります。何かご質問ありますでしょうか。触ったことがなくてあんまり詳しくお答えできないんですけれども、割とリアクトームの方は、まあ、人に特化しているか、その人を軸に置いたようなものだというふうには聞いたことがあります。この人と比較するときにも人とこう他の生物だったり、基本的には、まあ、人をやれる人を扱ってわれるような人にとっては一つの有力な選択肢じゃないかなと思いますけれども、人以外の方だとどうかなというか。Thank you.